のぞみです。沖縄離島生活与那国島、今日はあの仕事お休みで与那国島でゆっくりなんですけども、まあ、お天気はまあ時折青空そして曇りで風がまあまああるんですけど、まあ今日もせっかくなんでお弁当を持ってね、どっか景観のいいところで食べたいなと思ってるんですけど、どうなんでしょうかね。今日風も強いしね。一応お弁当買ってきたんですよ。シーサーでお弁当買ってきて、まあ今日はどこで食べようかなと思ってるんですけどね。まあ前回はティンダバナの展望台で食べて、その前が馬花咲ですよね、北牧場。そしてその前がナーマ浜の方で食べたんですけど、今日どこにしようかなと思ってます。今いるのがね、ソナイ集落、今ね南田橋の上にいるんですけども、まあ今日はちょっとあそこに行ってみようかなと思ってるんですけど、ちょっと実際行ってみないとねわからないんですけども、まあまあお弁当買ったんで、景観がいいと信じて行ってみましょう。あ、ちょっと日が差してきて、見てください、海の色綺麗でしょう。今日のね南田橋から見る景観でございますね。綺麗ですね。まあ、ここで弁当食べてもいいんですけどね。まあここをまあまあね時々ご案内してるんで、やっぱねちょっと違うところで食べたいと思いますけど、あ、なんかあっちで作業してる方がいらっしゃいますね。はい、じゃあちょっとね車に乗って、猫バス号に乗ってあそこに行きましょうかね。じゃあまずちょっと裏の墓地群抜けていきますね。裏の墓地抜けていきます。この島で一番ね最大の墓地群、裏の墓地群抜けていきますよ。まあ、方角的にはちょっと上がり咲きのね方面に向かって今走っていっております。ちょっと裏の墓地群ね抜けていきます。立派なね気候バカがたくさんございます。裏の墓地群抜けましてね、今牧草地帯走ってますけども、今日は六条ビーチね、六条ビーチに行ってみようかなと思ってますけどね、どういう感じなんでしょうかね。ちょっとなかなかね六条ビーチ初めて来る方はなかなか分かりづらくはないな。車止まってるな、ここ車止まってますよ。ちょっとここね止めてみましょうか。あ、人おるね、車止めよう。六条ビーチね、入り口に来ました。はい、ちょっと他のね車も止まってますね。うちのレンタカー止まってますし、なんか業者の車も止まってますけども、今からねここね歩いていきますね。ここ歩いていって、まずちょっと崖の上からのね景観のポイントとですね、まあ、ちょっと実際崖の下に降りて今日お弁当食べたいと思うんですけども、まあ、ちょっと風があるのでね、十分安全に気をつけてね、この崖の下にね降りていきたいと思います。ここがね入るところなんですけどね、はい、六条ビーチこちらって書いてますね。そう、今は与那国島にいませんけども、レッドマンがね作ってくれた六条ビーチこちらというね手作りの看板と、で車両はね進入禁止になってますのでね気をつけてくださいね。じゃあ歩いていきましょう。じゃあね六条ビーチ歩いていきましょう。車を止めてね全然歩きませんのでね、その崖の上から見るポイントはですね、はい、まあしっかりねこの前重機で伐採して、まあねちょっとこうまた草が生えてきてますけども、全然歩きやすいですね今ね、ここね。はい、行きましょうか。いや本当に歩きやすいですね。さあ来ました。そうそう、他のね観光のお客さん来てますけど、
ここからね、ちょっと足元悪いんで気をつけてくださいね。めちゃめちゃ足元悪いです。はい、足元悪いんでね、ほら海見えてきたでしょう。さあ、ちょっと向こうはね、今ちょっと先客のお客さんいるんで、僕はちょっと違うポイントをまず見ようかなと思ってますよ。はい、ちょっとこっちから行ってみましょうか、ね、こっちから歩きますね。なかなかの景観だと思いますよ。よいしょ。ほら、素晴らしい。見てください。よいしょ。ちょっとこっち側行きましょうか。こっち側に行きます。うわ、十分ね、安全気をつけてくださいよ。まあ、雨の日とね、風の日絶対こっち来ないでね、危ないからね。うわ、見てください。下にね、行こうと思ってるんですよ、今からね。ほら、今誰もいないでしょう。最高ですよ、これ。よいしょ、ほらほら。あそこをね、降りていくんですよね。あそこ向こう人いますよね。あそこからね、こう人を降りていくんですね、こうやってね。ので。うわ、海の色が綺麗ね。こちらね、アザミのお花ですね。これアザミそばってあるじゃないですか。これをね、粉末状にして練り込んで、アザミそばね、与那国島食べれるんですけど、結構もちもちしてね、美味しいんですよね。葉っぱはトゲトゲしてるんで痛いんでね、気をつけてくださいね。俺ちょっと今痛かった。皆さん、これね、長命草ですよ。長い命に草と書いて長命草ね。セリ科の植物になりまして、こうやって、ね、海沿いに自生しております。本当に、ね、とても栄養素が高いということでね、いろんな食材に使われているんですけど、まあ生でも一応ね、食べれるのは食べれるんですよね。これね、ちょっとこの新芽の部分食べてみようかな。これこの辺でね、立ち損する人は多分いないと思うんで、多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと生でいただきます。うん、はい。ちょっとパクチー苦手な方は難しいかもしれませんけど、はい、全然食べれます。あ、なんかお腹空いてきたから早く下降りて弁当食べに行こう。ここのポイントがですね、大体観光のお客さんがここ見るポイントなんですけど、もうここも結構危ないんでね、気をつけてくださいね。でね、この辺降りていきますかね、今からね、この辺降りていきます。で、ずっとね、こう降りていって、そうそう、下あたりでね、食べようかなと思ってますね。ちょっと下りの方がね、結構危ないというかね、しっかり足元気をつけて降りていきたいと思います。多分もう俺息上がるかもしれん。じゃあ今から安全に十分気をつけて降りていきたいと思います。下りの方が難所でございます。下り難所です。皆さん本当に十分足元気をつけて降りていってくださいね。私ちょっと弁当を持ちながら歩いてますからね。はい、こういう感じです。こういう感じでね、降りていきますよ。さあ、今ですね、あそこから降りてきました。はい、一番最初の難関でございました。で、ここね、ちょっと今こっから少し歩きやすくなります。ゆっくり降りていきますよ。弁当が崩れないことを願って。はい、ね、行きましょうか。大丈夫か。さあ、またまた難所でございます。ちょっとね、これカメラ回しながらね、降りるんでね、ゆっくり気をつけていきたいと思いますけど、本当あれですよ皆さん、
雨の日とか風の強い日は絶対行かないでね。危ないからね、本当にね。はい。しかもね、この琉球世界観がね、ゴツゴツしててね、結構痛いんで、はい。よいしょ。見て、ほら、だいぶこんな感じで下ってきてますよ。よいしょ。十分足元に気をつけて、下りの方が怖いと。ね。よいしょ。頑張って下に降りたらね、ご褒美が待ってると思っていきましょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。来た来た。ああ、来た。ここはちょっと緩やかな下りになってますのでね。よいしょ。行きましょう。よいしょ。やばい。もう息切れてきたやんか。だいぶ降りてきました。もうちょっとです。もうちょっとで下まで降りますけど。はい。気を緩むことなく降りていきたいと思います。あざみが痛い。僕今日島通りなんですけど、あまり島通りで歩いてこないでくださいね。危ないんで。はい。僕が言うのもなんですけどね。よいしょ。もう少しでーす。下まで降りてきました。いやいやいや、誰もいません。ちょっと岩陰でね、お弁当食べましょうかね。まあ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 いいでしょう。ピーカンじゃないんですけど、時折日が差すんで海の色は綺麗ですね。じゃあちょっとあの癒しの波の音届けましょう。さあ食べましょうか。ちょっと汗かいたんでね、3ピン茶飲みます。うん。あ、日が差してきた。最高じゃないですかね。で、カツ丼買ってきました。カツ丼とね、あとはなんと焼きそばも買っちゃいましたよ。もう焼きそばぎっしり詰まってるんで煮崩れなしです。じゃあちょっとね、カツ丼食べるぜ。じゃあぎっしりこの詰まったカツ丼をですね、今から海をバックに食べたいと思います。なかなか今日は蒸し暑いですね。いただきます。はい、最高です。めちゃくちゃめっちゃうまい。うん。うまっ。最高すぎますよ。うん、めっちゃ最高。あ、めっちゃ美味しいやん。カツ丼食べ終わりまして、焼きそば行くぜ。焼きそば、海を見ながら焼きそばなんて最高じゃない。焼きそば食べるよ。焼きそば美味しいで。うん、最高じゃん。なんでこうお弁当ってこう外で食べるやつって格別に美味しいんでしょうね。めちゃくちゃ美味しい。うん、うまいわ。
よいしょ、痛い痛い痛い。いいね。おお、来た来た来た。ご飯食べ終わりました。お腹いっぱいです。ちょっとね、黄昏れましょうかね。あ、あれなんやろ。ちょっとね、波があるからね、今日はね。ちょうどここも日陰になってていいんですよね。ああ、絶景じゃ。こっから見るこの崖、絶景ですね。素晴らしい眺めじゃ。六条ビーチでまったりしまして、今から上がりたいと思います。まあ、下りよりね、上りの方がまあ大丈夫なんで、上がっていきましょうか。あ、やっぱ太陽が差すとね、日差しが強いですね。上がりましょう。上まで上がってきました。琉球エアコミューターね、那覇からの便が石垣に到着になります。さあ、今回の動画はですね、六条ビーチでお弁当を食べるということでね、今日はの崖の下におりました。まあ曇りも結構多かったんですけど、時折日が差してね、心地よい感じだったんですけども、本当にね、下に降りる方は本当にね、足元気をつけてください。例えば雨の日、雨上がりの日、とても足元滑りやすいです。そしてね、もうめちゃめちゃ強風の日もね、危ないです。で、ここはね、ちょっと崖の上からね、下を見るポイントなんですけど、もうここもね、強風の時危ないんでね、そういう安全面はね、ちょっと自己管理の方でね、よろしくお願いします。ですので、本当に穏やかな日は皆さん、お弁当、お飲み物、何か敷くもの持って下に降りてゆっくり食べてみてください。黄昏れてください。で、潮の流れが速いのでね、基本ここで遊泳しないでくださいね。今回の動画は以上となりますのでね、私ね、汗かいたんでね、今から家帰ってね、シャワーに入りたいと思います。ではありがとうございました。